皆さんカードを、お好きなやつ1枚引いてください。引いて、ね、見てください。カードを確認しましたらテーブルの上に置いてください。それでは顔を上げてください。おはようございます。おはようございます。残念なことに、いつもから落としてたな。残念なことに一番最初に殺されてしまったのはまた、もしかしてブーちゃんです。マジマジ騎士何やってんねや。それでは話し合いをスタートしてください。時間は5分です。どうぞ。おはようございます。おはようございます。 Good morning everyone。 手反発ブーちゃん違う人種が…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 英語で喋ってたからです。ああ…あ、そっちか…あ、エブリワンだ、そういうことか…ちょ、なんでその中夜…なんか中夜なんか…なに、ちょいちょいさ…騎士とその次も、霊媒師もアピールしてたよ。これでもさ、市民側の方が人数多いからさ…楽勝だよ。あの、占い師とか…占い師は出てきても…よかったりする？占い師は、まあ、出た方がわかりやすいですね。うん、意外とでもそんなにさっきと市民有利変わってなくて、あ、そうなんですか。最後4人、騎士が守れなかったとしたら今8人いて、今日1人処刑して夜噛まれて6人になって、最後4人になるから、その時人狼1人でも偶数だと、あ、そうか、その4分の1なのよ実は。そうか、最後か、まあ、騎士でも市民サイドと人狼サイドの人数が一緒になった時点で終わりなんですよ。あ、そう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 。だからあれ裏切り者にいないもんね。うん、いないね。だからもし人狼が2人残ってたら市民2人4人になった場合そこで終わりになるからさ。どうしよう。とりあえずでもやっぱ占い師は役職ポンポン出しますか。騎士以外、騎士以外、騎士以外霊媒師も出てもいいと思うんですよね。うん、せーので、みんな、あ、じゃあとりあえず占って。とりあえず役職やるとわーっつってやってあげればいいか。もう最初から見右手占い師、左手霊媒師とかで。ああ、じゃあそうしますか。右手占い師、ま、しますよ。左手霊媒師。あ、じゃあそれで右手占い師だよ、左手霊媒師だよ。はい、せーので、せーのって言ったらだよ。はい、せーの、霊媒です。うおー、愛知、愛知本物だ。霊媒師です。霊媒師、霊媒師ダボの占い師信号。ウィアー、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 ウィアー。白は誰？ゆうこさんです。じゃないな、ゆうこりん白さん。あ、なんかそれなんかちょっと心情こもってないみたいな。なるほどね。今ね、このどっちかだったら面白かったんだけど。まあでもしゃあないよね。もうそこはとりあえず1回目は信じてもいいんじゃないかな。いや、本物でしょ。そこはもう疑わなくていいんじゃないですか。じゃあ、どっちかが人狼、人狼2分の1。とりあえず霊媒結果出るまで分かんないんで、分かんないままあっても殺しちゃうか、いらない霊媒2人残して他からするか、どっちかです。今のってすごいさっきと同じパターンだと思います。うん、さっきもそうやってよしきさんが言ってよしきさんが人狼だったんですよ。うん、まあでもこのパターン2つしかない。役職から殺したらでもなんかすごいなんか喋ってくれてるっていうのもあってすごい疑わしい。疑わしい、疑わしい、喋ったら疑わしいって言ったらちょっと悲しいよね。人狼喋んないから。まあでも人狼ですよ。普通に俺は今日順番、まあできればよしっから言ってほしいけど、ここに絶対人狼一人いるから、うん、もうやめよう。ここ、ん？何？もう人狼ってしとこう、二人とも。え、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 仲間ね、仲間ね、まさか仲間じゃ、仲間じゃない。いや、仲間は人狼ほぼ、ほぼない。まあ仲間だとし、いやもう仲間に連れ込もうってしてるね。そのパターン面白いね。どうします？落とし合いみたいな。
誰か一人釣って明日の二人で霊媒の結果出して食い違うのか。それめっちゃ危険だよ。いや危険、いやもうどっちかで選びたい。いやだから今日、まあ、順番どっちだとしても、うん、よしきよしを釣っといて、これ1分で最終日4人、まあ騎士が守れなかったとしたら4人で、うん、でもそれ意外と難しいんじゃないですか、ね、キヨキっぽいな、うん、キヨキさん本物が、うん、人狼が、うん、あ、香港がちょっとあれだもん。いやでもイケメンは、イケメン残した方がいいと思って。イケメンこそね、うるさいからマジで。できるだけ静かにしたつもりなんだけど。あ、うん、でもなんか今さっきよしきさんが言ってた、もう人狼にしましょうって言ったのはもう諦め、霊媒師だけど、もうなんかもう清さんにめっちゃもう丸め込まれてるから、もうあざもういいや。そんな喋んないでしょ。今日明日で2人とも死ぬ流れだから、もうどっち、もうどっちでもいいですよね別に。それはどっちでもいい。でも最初にいやいや、俺はでもよしきから言ってほしいよ。だって話し合いは終了でーす。だって何。さあ、それでは投票をしていただきたいと思います。一番最初の投票は、萌えさん、お願いします。何のヒントもねえじゃん。霊媒師がいなくなっちゃったら困っちゃう。大丈夫だ、大丈夫だ、大丈夫。質問は、玉木さんは何？僕ですか？喋ってないから。喋ってない玉木さんね。喋ってなかった。僕は市民です。市民です。可愛くなかった。それでさっきも死んだんだから。殺される市民です。いやでもみんなの意見を聞いて、うん、怪しい怪しい怪しい。はい、それでは千谷さんお願いします。よし、呼び出し、ヘイ。はい、それでは、はい、よし。いや質問っぽく言いますね、ゆうかさんに。ん、さっきだってって言いかけたのは、今日もし俺が釣られちゃうと、まあ俺が本物の霊媒師なんで、明日丸め込まれて違うとこで、今日俺釣ったら絶対ヨシキを明日処刑してほしいんだけど、ヨシキに丸め込まれて違うとこ行っちゃったらもうその時点で負けるっていうパターン結構あって、それが怖いって言いたかったですが、信じれますか？あなたは信じますか？あなたは信じますか？ヨシキに一票入れます。はい、ではヨシキさん、まあ意見は同じです。で、愛知さんの明日、明日じゃない、明日今日かの占い先だけみんなに教えておいてください。うちはみんなに、みんなにっていうか一人の人に聞こうかなと思って、そこから決めたいなと思ってたんですけど、次、うん、占うとしたら中です。今日顔が怪しいから。はい、ではリナさんお願いします。ほらねえ、占い師は信じていいんですよね、とりあえず。ですよね、どっちだよね。そうだよね。もう、これ、みんなに質問っつって。1対1になります。1対1だよね。はい。いや、いや。清さんだよ。はい。トモ様、お願いします。イケメンっていうだけで心が乱れるから。ここちょっと難しいんで、逆にみんなが考えないところ。じゃあリナに1分多分ノーマークだ。はい、それではゆうこさん、どうしようか。
トゥースで。トゥースで。なんで笑ってんの、そこ。怪しいと思います。キヨピ。いいですか。はい。はい。それではアルチちゃん。はい。タマ様。私は誰を占えばいいですか。まあ、ここ二人はあれなので、それ以外の。まあ、自分が怪しくなりました。はい、投票の結果、清さんが釣られてしまいました。それでは、遺言をどうぞ。5票もらったのは本物の証です。仲間がいないですよ、僕、基本的に。本物です。で、絶対明日、絶対に明日、ヨシキを処刑してください。絶対に。じゃないと負けます。と、明日ヨシキ殺して、基本的には4人になります。で、騎士がもし、ガードができれば、5人になって4日目までいける可能性が出てくるので、騎士の人はすごい頑張ってほしいですね。絶対に本物です。はい、では清さん退場してください。清さんは退場後、人狼の中で喋ることはできません。なんかすっごい心が分かんないけど、これ分かんないから。それでは、恐ろしい夜がやってきてしまいました。皆さん、顔を伏せてください。では、顔を上げてください。おはようございます。おはようございます。昨夜殺されませんでした。マジか。それでは話し合いをスタートしてください。じゃあ、占い結果は？占い結果、うちチュウヤさんやって白でした。だからここの2人は必ず白。